おいーすこんちゃあ、たま先生やで。今日のプチ講座は、新音や。ここは、国詞の時、単語的に、1と2。総合と参戦。拡張と収縮って、ペアが多いんで、こんがらがりやすくて、間違いやすいんで、今回はその辺を乗り越えられるよう教えていくで。まず、新音やけど、これはシンバルと同じ仕組みで、閉じたら音なる。それで、ドック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 、いや。本で、動が1音で、くんが2音やけど、こっちが1音言われるんは、 心臓っって、てて、て血が入ってきて出ていく。言うなら俺らがご飯食べてうんこするみたいなもんや。人ってご飯たくさん食べて満腹でお腹が膨れたら口を閉じてトイレ行ってうんこ出すとお腹もすっきりしてお尻も閉じる。口開けて食べて膨れたら閉じてお尻を開けてうんこ出してすっきりしたらお尻を閉じる。んでその閉じるときに音が出るんやったな。その繰り返しや。それが分かってるなら信用も同じやから楽勝や。そんなのこれのとこが一緒なんですかそんなん言うなら説明すんで。 まず三線弁や僧帽弁が開いて心臓に血がどんどん入って膨れる。満杯になったら閉じて音なる。ほんで次、動脈弁が開いて出ていってしぼむ。出し切ったら閉じて音なる。な食べて出すから食べる口と出すお尻ならみんなが偉い先生やったとしたら口が一音お尻が二音にするやろ。やから入る三線弁や僧帽弁が一音で出ていく動脈弁が二音ってなるわけや。口を閉じた一音の後は満腹になったってことやからしぼんで収縮が始まるし。 お尻閉じた二音の後は「出し切ってすっきりした」やから「また食べるで」って拡張し始めるあ本ほんとだなんとなく分かったかこれでもピンとこん時はズバリ「うんこする前口閉じる」「ご飯食べる前尻閉じる」こんな風に覚えると後は口が1音尻が2音やったやろ口は入り口の三線弁僧帽弁のことでお尻は動脈弁のことやあとはとにかくわかるまで何度もこのアニメ見たり心臓とご飯食べるんを見比べたり実際にその部分の問題解いたりっていろいろ工夫して頑張ってみてな。 そしたらラストは心音聞く場所。ざっくり言うと、第二6巻の右で大動脈、左で肺動脈。その下が L V ・言うて、大動脈面閉鎖不全症や、心室中核欠損症の診雑音聞くとこ。ほんで、その下第四が三線弁で、その右下が僧帽弁な。あとはこれ、特訓しやすいよ。いつも見たくボールペンとシャーペンで書いてくで。まず横線書いたら、真ん中に太い胸骨。これでボールペンは終わり。そしたらここに大、その横に肺、はい。その下 L 部三線僧� これだけで場所と聞きたい音を覚えてやろあとは他のブチドッグ見たく何回も何回も繰り返せ。そしたらしっかり頭に入る。本でも絶対問題解くとか実際にやってみて力をつけていくんや。知って終わりやない。やるために人は知るんや。やからこそ必ずやるって実践な。やから俺もみんなの手本になるべく実践や。ほな、私ちゃん、ちょっと服脱いで信用聞かして。